い、こんにちは。今回は世界王者や元世界王者が失神したり弾き飛ばされたりした試合を紹介いたします。17歳で世界王者になったウィルフレッド・ベニテスは3階級制覇を狙い、モーリス・ホープの持つ WBC 世界スーパーウェルター級王座に挑戦しました。幼少の頃から父の英才教育を受け、打たせずに打つボクシングをマスターしたベニテスは、王者ホープの攻撃を完全に防御し、有利に試合を進めました。王者ホープはスピードとカウンターが持ち味のサウスポーですが、あらゆるパンチを避けるベニテスはレーダーと呼ばれ、この試合でもパンチを精密に察知し、レーダーぶりを発揮しました。ベニテスは幼少期からの英才教育の反動で練習嫌いになり、この頃はほとんど練習をせずに試合をしていたので、中盤から失速し、コーナーに詰められる場面が多くなりますが、上体の動きで全てのパンチをかわし、試合を支配していきました。ベニテスは難なく打たせずに打つボクシングを遂行し、第10ラウンドにフェイントから右ストレートを放ち、王者からダウンを奪いました。迎えた第12ラウンド、鋭く大きな右フックを突き刺し、王者を失神させました。And the former IBF Junior Middleweight Champion of the World, Buster the Demon Drayton, Julian Jackson. WBA 世界スーパーウェルター級王者ジュリアン・ジャクソンはバスター・ドレイトンを相手に防衛戦を行いました。角刈りのジュリアン・ジャクソンは歴代最強の強打者と恐れられ、ここまで34勝 32KO1 敗と KO を量産し、ほとんどの試合が3ラウンド以内に終わらせており、この試合も第2ラウンドに得意の右フックでダウンを奪いました。一方、挑戦者のドレイトンはデイビー・ムーアを TKO で破って IBF 世界スーパーウェルター級王座を奪ったカウンターの上手な実力者でした。王者ジャクソンはダウンを奪った後、ドレイトンのカウンターで防御の甘さを突かれ、被弾を続けました。迎えた第3ラウンド、ジャクソンはドレイトンを打ち合いに巻き込み、今度は強烈な左フックを叩き込むと、元王者ドレイトンがゆっくりと大木が倒れるかのごとく崩れました。WBA 世界ライトフライ級王者カルロス・カニサレスは3度目の防衛戦にエステバン・ベルムデスを迎えました。王者カニサレスは前回の防衛戦で木村翔選手を破り、2024年1月にケンシロウ選手からダウンを奪って大激闘を繰り広げた実力者です。
一方、挑戦者のベルムデスは13勝9 KO、3敗2引き分けで、この試合の前に世界ランク入りしたばかりで、王者の勝利が予想されました。両者序盤から激しく打ち合いますが、長身のベルムデスは非常にタフで、被弾してもひるまずどんどん前に出て、第6ラウンドにボディ攻撃から強烈な右フックを放ち、王者カニファレスを弾き飛ばしました。王者は起き上がりましたが、再度強烈な右フックを叩き込まれ、吹っ飛ばされ KO 負けとなりました。サイモン・ブラウン、ヴィンセント・ペッドウェイ。IBF 世界スーパーウェルター級王者ヴィンセント・ペッドウェイは、初防衛戦にサイモン・ブラウンを迎えました。挑戦者のサイモン・ブラウンは、当時絶対王者のテリー・ノリスを KO した元WBC、IBF、世界ウェルター級統一王者で、左右のフックが強烈で、KO 率の高いボクサーで、この試合でも初回に強烈な左フックでダウンを奪いました。王者ペットウェイは、長期政権を築いていたジャンフランコ・ロッシを KO で破っており、ジャブと連打が鋭いハードパンチャーで、3ラウンドに右カウンターパンチでダウンを奪い返しました。第5ラウンド、生き返ったサイモン・ブラウンは王者ペットウェイにローブローを放ちました。そしてラウンド終了後も両者打ち合い、非常にエキサイトする場面がありました。迎えた第6ラウンド、王者ペットウェイの強烈な左フックが炸裂し、サイモン・ブラウンは失神いたしました。しかし、サイモン・ブラウンは失神してもパンチを打ち続けたのでした。1992年12月、IBF 世界スーパーバンタム級王者のウェルカム・ニシタは、7度目の防衛戦にケネディ・マッキニーを迎えました。王者ニシタは、ここまで32戦全勝で、元オリンピック金メダリストの挑戦者、マッキニーも21勝1分けと、無敗同士の戦いになりました。安定王者のニシタは、序盤から接近戦で元金メダリストのテクニックを封じ、回転の速い連打で挑戦者を劣勢に立たせ、第5ラウンドにボディ攻撃から左フックをヒットさせ、マッキニーからダウンを奪いました。王者ニシタはさらに猛威を振るって攻め立て、試合を終わらせにかかりましたが、マッキニーはうまく防御し、決定打を与えず、しぶとく粘って反撃をしたので、試合はどんどん白熱していきました。迎えた第11ラウンド、挑戦者マッキニーが起死回生の右カウンターを放ち、ダウンを奪い返しました。